ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いきなりお知らせ。いきなりお知らせ。いきなりお知らせで、もうすでに動画で、流れてると思うんですけど、まあ友人がですね、ギャラリーオープンしたっていうことで、そこでイベントをやろうということで、初のフィルマ単独ライブ。歌歌わないですけど一日盆栽を遊べるっていうイベントやりたいなと思ってます。はい、来年のですね、2月の23日10時から4時ぐらいまで、一日盆栽が楽しめるというのをやろうと思ってます。内容としてはまず即売をですね、やりたいと思ってます。相談みたいなことをちょっとやりたいなと思ってて、うん、あんまかっちりしたあの相談コーナー作るかどうか分かんないんですけど、はい、ということで商品紹介ですね。でこういう畳み込みの心拍もあり、契約とだと臓器をねちょこちょここういうあのピラカンのねこんなちっこいやつ、かわいいですね。かわいいですよね、うん、でこれあれ多分トネリコってやつだと思うんですけど、こういう足元から曲がってるやつですね。とりあえずもう棚場からどん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 引っ張ってきました。はい、こんなんだとか、これもね私結構好きなんだけど、とりあえず数減らしたいんで出しちゃいます。あけびですね。あけびと、あとはこの赤松、この辺はねみんな面白いと思うんですけど、 こんなような、うん、とかこんなようなで、これももう細いのは3000円、はい、これで3500円、一番太いのがぐらいで出したいかなって、そんなイメージですね。これも昨日ちょっと出しちゃおうかなって。ああ、なんか見覚えがある。ありますよね、あの寝巻きのやつですよね。はい、こっちでもこっちでも面白いと思いますけど、はい、あとね心拍1個変わったの作ってみたら、これなんかこういうのも面白いかなと思って、これねグーッと下げて、こんな感じかもしれないですね。お、まあ、こういったものを販売するってことですね。こんなものを販売します。はい、それで、あ、これがね終わらない終わらない、これね、これいいんですよ。これねズミでこんだけここの面白い曲があって、これも昨日貼り替えかけたんですけど、これ鉢がいい。これね落下ないんですけど、裏まで釉薬しっかりかかってて、このねすごいシャープなんですよ。この縁がすっきりしてて、で実は鉢があったら植え替えようと思ったらなくて、昨日積んでなくて、このまま出しちゃいます。ということで、あとねこれ500円、これも昨日ありかけて500円、こんなのも、校長費ですね、これも出します。これちょっと後で剪定してもう少し綺麗に、ギャラリーアートなんで、はい、ちょっと綺麗にしてですね、はい、ということでこれを作って、それからこれですね、これは鉢もいいんで、このあー危ない風が強い、風が強い、作っていこうかなというふうに思ってます。これが裏かな、こんな感じですよね、イメージは。これはねふわーっと作っていいと思います。ヒューッと流す作りもあるし、ゆるく流すのもあるし、こうふわっと広げるのもあるし、まあ、これについてはそういうふうに作ってみようかなと、はい、でもう一個これとこれが合わさったのがこれと、ん、ああそういうことそう校長儀寄せ植え、赤松寄せ植えパインアップルでパイナップルみたいなやつですよねそうで、前ほら心拍と茜もみじを分けたらありましたけど、はい、昨日の段階ではこれをやっぱ分けようと、これを分けなきゃダメですよって言おうと思ったんですけど、これ夢に出てきてですね、これを一緒になってアートを作ろうということを夢の中でちょっと思いました、はい、なんでこれどうなるか分かんないんですけど、このまま合わせた形でこれがこんななってイメージとしては、でむやむやっといって、これもこんな風にこんな風になってアートを作りたいなと思いますこれちょっとまだやりながら考えます、はい、ということでこれがメインですね。これだけにしましょうか。そうですね、時間長いから、うん、これはもう勝手にやるとして、イメージはですね、これをギューッと下げてふや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 っと作って、うん、でこれもですね、何しろこうアート風にやってすか、アート風ギャラリーアートですから、はい、ということでちょっと剪定を先しますかね。販売したらっていうか、これだったらなかなか買う人いないと思うんですけど、うん、アートになった時にどうなるかっていうだからアート三島さんレッツメーカーニュー盆栽、はい、ちょっとこれを目指したいと思います。まずここですね、校長木の方、あ、校長木の方のとこういう細かいやつはちょっとこれ取っちゃいますね、はい、はい、
それとここ3本になってますよね。ここは、はい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 、で普通こう真ん中取るんですけど、ちょっとこの辺も長いこうサラサラサラという感じになると思うんで、今日はちょっとこっちを外側を取っちゃいます。とこれは、うん、どちらでもいいな、うん、こちらが下なんで、一応こ上が、うん、この上に乗っかってくると、これ短くしますね。はい、これが頭あるからこれで短くするか。これはなんか普通のより小刃なんですか。小刃っぽいですよねこれね、うん、これが小刃なんで これが飛んだのかもしれない、うん、種これが、うん、か分かんない。もしかしたらあの刺し切っておいて作ったかもしれないですね。刺し切った可能性ありますね。そこに刺したんですか。もう記憶にないそもそも私のかなっていう、ちょっとあそこにあったから多分大事だと思うんですけど、ね、記憶にないんですよね。かまつだし昼間さんだと思うだろうなって、こういうね好きなんで、こう定規の方はもうほどほどにこんな感じでいいと思います。で、赤松の方も先端にポッ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 ってこうイメージが作りたいんで、ちょっとフルハとか取っちゃいますね。先端に先葉っぱがあるようにってことですね。葉っぱがあるように、そうだからポン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 っていうこうなんていうのかな、この高調木の周りにこうポン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 ってつくような明かりがついてるみたいなイメージとか、白蛇の周りにホタルが飛んでるみたいな、うんうん、できるか分かんないですけど、そんなイメージ。この間水石の話を聞いたんですね、はい、であそこの万世園の親方の園主が、はい、すごくねいい講義で、あの参考になったし面白かったし、加藤さん、加藤さん、はい、でやっぱ勉強になったのは、水石って見立てなんだ、あの自然界の石なんで、そんな完璧な形にはできてないわけですよ、うん、その石がどう見えるかっていうのはその人次第なんですよね、うん、だからあの石の中にこう穴が開いたら、それを洞窟って見る人がいれば、荒波の中で、出てきた、岩場みたいなのに見えたりだとか、そういうあの 見る人によって見方がいろいろ変わるもんだよっていう話を聞いて、だからこの木もその見た人が何かをイメージしてもらえればいいかなって、そんなのが作れればいいなっていう話を言いたかった、うんうん、先端がほぼほぼ終わったんで針金掛けをちょっとしたいと思います、はい、まあ、一応アートと言いながらも正面とかってあった方がいいんで、この辺の太い枝ですね、はい、まあ、この辺が前に来て、だからあんまりあの親だとか頭だとかって考えなくていいと思うんで、うん、ちょっとやりながらどんな風になるか分かんないですけど、考えていきたいと思います。とまずこれかな、コチョギの方適当適当にちょっと作ってみたいと思います。これは一応後ろから入って、あー硬い、入らないときは斜めに。ちょっとあの何をするかあんまり分かってないんですよ。あ、そうかそうかそうか、ごめんなさい、イメージ、そうですね、イメージですよね。アートにしていくしか言ってない気がするんで、アート、そうアートですね、アートなんで、アートなんでか分かんないですよ、だからだからまず基本的にはもうこういうのは薄いダメよと、盆栽ではね、こういう寄せ植えっていうのはありえない、そうですね、ありえないっていうのは結局やっぱり生きる年数がこれが古くなってきたときに、例えば高長木って100年生きるかもしれないけど、うん、200年経った時にありえないわけですよ。松は生きてるけどこれ死んでるから、はいはい、ここが一緒に生存してるってことがありえないっていう、まあ、考え方、うん、はですね。だから本来は寄せ植えっていうのは、だから本当は雑木も寄せ植えっていうのも、いろんなあの雑木が入っちゃう寄せ植えだと、あれ草も一緒ですよね、はい、何か淘汰されていくんで、うん、最後1本残るわけですから、単色がいいっていうのはそういうことなんですけど、アートなんでこれはありと、うん、いうのがまずスタートにあって、はい、でイメージもう本当にイメージですけど、ま、流れは一応こっちですから、これをこう曲げながらウヤウヤウヤっといこうかな、やりながら考えます。高調木を、高調木の方が、うん、はい、低くで、それをこうかぶさるように、これが全体的にこっち流れるんだけど、そこは曲を少しつけながら、うん、配置していこうかな。でその配置のバランスはもう本当に、うん、センスしかないんで、感覚で、感覚でそこがアートだっていうことですね、はい、やっと分かりました、はい、ということでちょっとやってみたいと思います。アートしていきますみたいな感じだった。アートしかないけどね今日の京志郎、今日の京志郎、いやもうちょっとこの動画盛りだくさんすぎるから盛りだくさんすぎるか、昨日言いましたけど体重が76キロだっていうことが分かって、76キロなんですって、うん、みんなに86だって言われたんだけど、うん、76キロだっていうことが分かって、実は高木さんと体重はほぼほぼ一緒だっていう、そうですね、それを言いたかったんですねあのスタイルは違います。なんででしょうねなんででしょうねほとんど高木さんと一緒なんですよ、だからもう多分ガリガリなんですよ、お腹以外は。
お腹だけ？お腹だけ。お腹以外はね、ガリガリなんですよ、きっと。これはもう、ちょっとこの太さだとかけられないんで、一回切りましょう。はい。そしてあれだけど、年末、昨日家帰ったら、うん、やっぱ鉢がいっぱいあるんで、細かい鉢を出そうかなと思って。あ、そうですか。うん、で、1000円コーナーとか2000円コーナーとかにもう一個一個値段つけるのめんどくさいから、うんうんうん、で、結構掘り出し物とか入ってると楽しいじゃないですか。そうですね、ひるまさん、鉢もいっぱい持ってますからね、うん、あるって。で、ほら、お祭りだと鉢売らないから、うん、あ、そういえば、そうそう、いいかなと思って。じゃあ皆さん、鉢もお楽しみに。あ、これ待ってたんですね。回ってました。あ、そうですね、はい。ということで針金かけが終わりました、はい。一応こだわったのですね、同じ太さの針金を全部、うんうんうん、アートなんで、あ、ね、同じ太さの針金を、まあ、1本と2本ありますけど、はい、かけたということと、できるだけ裏から入るようにしました。で、実はもう1個全部同じ方向に巻いたって言おうと思ったんですけど、みんな右回転に、うんうん、1本だけ左側になんで左にしたんだか分かんない、気にしてたんだけど、全部右、他全部右だと思うんですけど、1本だけなぜか、まあ、それもアート、はい、あったあったということで、アート、そうですね、予想外があるのもアートということで形作ります。だ、まずこいつですね、これ決めたいんですね、はい。ちょっとあんまりどうですかね、冬場なんでね、ちょっと心配ですけど、ちょっと曲げながらこれにこう降りてくるようなイメージでやっていきたいと思います、うん。なんか吹き流しみたいな、吹き流しみたいなね感じで、まあ少し変化をつけながら、わかんないですよ、アートってね、うん、感性だから、いいって言えばいいし、ダメっちゃダメだし、人によって違いますから、ね、違いますよね。あと最後鉢植えてからもう一回あれかもしれないですね、うん、つけてもいいかもしれないですね。とりあえず適当に一応こんな感じにしました、はい。で、あとは何でしょう、こう変わった形にしたいなと思うんで、切るところからちょっとやっていきたいと思いますね。もともとこういうある曲は利用した方がいいと思うんで、曲のあるとこは曲をつけて、うんうん、これもできるだけ、よく言うんですけど、右左右左になると単調になっちゃうんで、右行ったらもう一回右行くとか、こんな感じですかね、うんうん、はい。これなんかも次やろうとすると、ここの曲があるんで、ここですね、こういうとこはこうね、思い切って曲げて、だから曲げも大きい曲げがあったり小さい曲げがあったり、単調に作らないっていうのは難しいんですよね。そうですね、うん。で、やっぱ正面から見て重ならないようには、それはそうですね、それはありますね、守るんですよね、守りますね。だからこういう厳しい曲があったり緩やかだったり、うんうん、こういう長いとこがあったら短いとこがあって、はい、っていう感じで、だ、長い短い短い長いみたいなですね、参考になるな。アートっぽく見えるかどうかですね。うん、だから、まあ、そのアートっぽいって言葉がわかんない、まあ、よくわかんないから、よくわかってないんですよ私もわかんないで、とりあえず使ってるだけなんで、うん。だから最初のあれですよ、あの水石のお話と一緒で、その人が木を見て何を感じるかって、うん、その人によって違うんで。そうですね、うん、結構、うん、広げるんですね。あ、いや、最後でもちょっとやっぱりこっちこう被ってくるようになると思いますね、うんうんうん。だからもしかしたら本当は天然バラバラでもいいのかもしれないですよね、うんうん。この校長儀、校長儀の意味を作んないとね。あ、そうですね、まあこいつを守るよみたいな。そうですね、うん、じゃないとアートじゃないですね、うん、そうですね、うん。わかんないです、こういうの一回やってみて、それからバランス多分整えるようになるんだと思いますね、これ。そうですね、うん、じゃないと分かんないですもん、やっててもっとくねくねやっても面白いんだろうな、アートだから。こういう方が面白いですよね、こんな変化が。そうですね、ね、あって儚さが出ますよね、なんか儚さ、うん、アートだなアートじゃないですか、これアートって何ですか、なん人それぞれなんです感性、人それぞれ共感求めてもアートじゃないですか、アートじゃない、いやなんか面白い、だから多分来た人がこれ盆栽なのって、うん、それでいいと思うんですよね、いやアートですよって、盆栽じゃないんだ、じゃあ盆栽なんだけど、なんかかっこいいですよ、でもなんかね線が、うん、いろいろあるからね、うん、これいいんじゃない、
なんかこういうちょっとどちらかってても、うん、なんかほらほらとか言ってほらとか言って、いや斬新だと思うけどな、うん、こういうの石とか置いてもいいかもしれないですね。なんかね、どうですか、いいかどうかわかんない、うん、とりあえずこんな感じで宇宙みたいな感じしますよね。なんかね、とりあえず1階で8に、うん、そうですね、ね、ちょっと植え替えましょう。植え替える8は、植え替える8はですね、これはね、実は野口さんのリクエスト、盆栽って、うん、なんかみんな同じ8だって誰でもこういうね、小白はデーバチに行ってやるんですけど、はい、赤い鉢とか黄色い鉢とか、うん、あったらいいのになって言ってて、これね、夢にまで出てきたんですよ、これが。これはね、ちょっと落下あってそこそこいい鉢だと思うんですけど、うん、思い切ってこれ植えちゃおうかな。で、これ結構針金かけたんで重いんで、普通の3本足でこう点のやつだと倒れちゃうと思ったんですけど、はいはい、今朝もう一回確認したらこういうやつなんで多分倒れないで安定するんで、どうですかこれ、イメージ湧きます？あと面白いねえ、ですよね、意外でしょこれ。鉢をね、ちっちゃくすることはあるけど大きくすることも珍しいですよね。そうということで、これをすっぽりちょっと植え替えてみたいと思います。はい、これね、いや本当これね、これイメージが余裕で出てきた、うん、本当に古い先生には怒られちゃうかもしれない、ね、怒られちゃうかもしれないってやつですね。なんで色鉢植えてんだってね、植えてんだってね、バカじゃないか、なんで小白と臓器一緒に植えてんだよって、あんだけ教えたのに。そうですね、2つも破ってますね。2つも当時園の教室のルールというか教えでは、うんでね、まあ、寄せ植えは別の木とはしないと。そうですね、しないということですね、のが一応、うん、そう言われてるっていうことですね。言われてますね、掟を破って。そうですね、掟を破って、それが昼間さんのアートだとていうか今後ね、そういうことをやっていかないとと思いますよね。そうですね、いけないなと思いますよね。表現の自由ですから、表現の自由だから。高木さんなんかこういうのやっていけばいいんじゃないですかね、かんちゃんとかね、アート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 できる、あと絵はやってましたよ、絵描ける、けどピカソみたいな絵になっちゃう。あ、天才じゃん。天才だ、ただの天才だった。紙一重か。これも当日展示されるわけですね。そうですね、展示されますね。枯れてなければ、枯れてなければ。一応この時期本来はね、植え替えしないん で、うん、そうですね、ただ根は崩さないですから、うん、まあ大きくするだけですからね。まあそうですね、なんか大丈夫そうな気がしますね、うん、で、あとあそこにあの保護室があるんで、ビニールハウスですね、うん、で、あ、とりあえずあれだな、これは草の根ですね。白い根は草の根と、ね、草の根ですね、それは取りますね。私はあんまりこの小金石は好きじゃないんですけど、はい、アートなんで入れてると思うんですけどもうしつこいってごめんなさい、あとあれだね、紅茶湯の根だな、この白いやつは。あ、うん、そうか、そうか、そうですね、黒水止めますね。はい、ちっちゃすぎたから、うん、ちっちゃすぎて止めらんない。いいのができる夢見たんですよ、本当に。イメージ湧いたんですもん、この黄色いのと。なるほど。でもギャラリーに飾るってことはこれも売るってことですか。ああ、そうですね、値段困っちゃいますね。まあ、アートですからね。ねえアートの値段はもういい値ですよ。いい値ですよね。確かに黄色い鉢かわいいですね。かわいいですよね、ね、うん、なんかそう現代っぽい、うん、現代っぽくてちょうどいい鉢、昨日うち帰ってね探してたら、あ、これいいなと、うん、最後コケ張りたいんで、はい、細かい土を、うん、そうですね、最後は、うん、え、そうでないと苔が張れないということですね。でもいいんじゃないですかこれ。しこぶないですね。たっぷりでみじん入ったんで。うん。とりあえずこんな感じで。こう正面ですかね、うん、一応。うんうんうん。うん、じゃあ苔を。苔を。はい。
一応呼吸を張りました。一応アートなんでそればっかりはい、ということでこういう黄色い鉢にですね植えてみて、これ辺の足が正面でいいかなと思ってますけど、はい、ちょっと自分なりに作ってみたんですけど、もしあれなら自分でね手にした方がこれをこう少しこう変えてみたりとか、あのほんわかもできるし、こっちもちょっとこう統一性を持たせるようなこともできるし、とりあえずまあいろいろこんな風なことでいいかなっていうふうに見てみました。でこれがねギャラリーにこう飾られるとね、また雰囲気も違うんじゃないかと思いますんで、うん、そうですね、うん、これは白い壁の前とかにね、そうですね、置いた方がいいですね、いい、まあ、曲線が見えた方が、うん、そうですね、この流れがね、うん、はい、でこれはあの白いね、白かな、薄紫っぽいのかな、花が咲きますよね、はいはい、ちっちゃいやつがね、うん、そしてまた可愛いんじゃないかと思います。ちょっと生け花に近いのかもしれないですね。あ、そうですね、またなんかこう畳の部屋にポンと置くとかね、そうですね、そうすると雰囲気もまた違うかもしれないですね、うん、あ、食の上に置いてみるか、はい、ちょっと食、はい、ここはちょっと和な感じですけど ね、ここは和で洋、ね、のところに直接イメージで向いたらまたどうなるか、あの後ろのなんか影もいいですね。ああ、ね、さあこちらをどうぞっていう感じじゃないですか、うん、竹みたいな、うん、あれない方がいいかもしれないですよね。線がもっとはっきり見えた方が、金屏風じゃないですか、金屏風、金屏風ですね、金屏風ってますか、金屏風これ以上ないデコレーションですよね、デコレーションというか、これの下の工場系がなんか下草みたいな感じに見えますね。あ、まあそうですね、低くしてちっちゃくしたから、ちっちゃくね、そうですね、これで花咲いたらまた可愛いですね。確かに全体にね、葉っぱは少ないからいいですね、やっぱりねはい、ということでぜひ現物をアートギャラリーでご覧になってください。アートギャラリーでレンタルスペースでレンタルスペースですね、はい、ギャラリースペースで見てください、はいはい、おまけの方で詳細を言ってるので、うん、そうですね、はい、そちらもご覧ください、ご覧ください、はい、ありがとうございました。で内容としては、10時オープンでまず即売をですね、やりたいと思ってます。でそれと同時に何だろう、相談みたいなことをちょっとやりたいなと思ってて、うん、あんまかっちりしたあの相談コーナー作るかどうかわかんないんですけど、まあ手が空いてればご相談乗りますよっていうことで、だいたい1人イメージ的にはですけども1人10分程度で、正面どうすんのとか、この枝いらないかとか、でそんなようなことを、言っていただいてですね、お答えするというのは、まあ1人1鉢できれば1人1鉢で10分程度という感じでちょっと考えてます。まあ2時間しかないんで午前中、その間で、やれればと思いますので、うん、ということで、まあ午前中そんなことができればと。でお昼はですね、そのちょっとこう見ないとかね、ランチがそこでご飯食べられると、コーヒーとかあの食事もできるということで用意してるそうです。なんか近所にものすごい、美味しい有名なカレー屋さんとパン屋さんがあるということで、ランチプレート、自家製ローストポークサンド、サラダデザート、カレーとサラダなどなどを用意するそうです。はい、でお昼はそこで楽しんでもらって、で午後1時から3時まで、ワークショップやりたいと思います、うんうん、で今回それをですね最低10名、で最高15名、うん、ね、10名、集まんなかったらこの話終わりです、はい、あの運営できないんで、盆栽級ストアで募集かけると、はい、いうことで15名以上になったらちょっとごめんなさいですけど、はい、だから早物持ちですよね、うん、先着順、もう今このビデオを見てる中でももうどんどん入ってるかもしれない、うん、早く応募しなきゃっていうぐらい集まればいいなっていう、はいはい、そういう感じです。で、2時間ぐらいですね、ワークショップで、それは材料を今、準備してます。シンパクトですね、鉢、これを用意しまして、であと、まあ、土とか針金とかは私の方で用意しますんで、まあ、その材料代ということで、ね、一応4000円を考えてます。で材料費4000円と、まあ、講習代の3000円ということなんで、合わせて7000円でよろしければ応募お願いしますということですね。で、その後、コーヒー付きになってます、一応そのワークショップにはコーヒー付きで、終わって3時ぐらいから座談会というか、あ、どの木どうなりましたかとか、まあ一般的な雑談でもいいんで、ちょっとなんかお茶を飲むっていうね、あのよく盆栽は盆栽を見ながら お茶を飲むとか、お茶が飲める木を作るとかって言い方するんですけど、そのお茶を飲むという盆栽を見ながらですね、そういうちょっと楽しみもしたいなと
いうことで1日、楽しんでもらえればというのを考えてます、はいはい、ということで、これはですねまず、販売する商品のご紹介ということでちょっと並べてみました。いろいろあります。ちょっと祭りはね心拍をねちょっとできれば今回のメインにしたいなと思って、うん、畳み込んだやつだとかこういう模様着風にねこんなのは普通の模様着風だと思うんですけどこういうふうに作ったやつだとかあと畳み込んで何が何だか分かんないやつ何だか分かんないやつですね。あ、何だか分かるかな分かんない何だか分かんない何だか分かんないで、とりあえずこういうのもとりあえず畳んだよ。はい、うん、だからこれで葉っぱがこうみんな起きてきていくともっともっとまたあ作りやすい木になってくるかな。これシャリ入ってますね、うんうん、はい、何鉢だろう8鉢ぐらいあるんですかね。畳み込みは8鉢ぐらい。そうですね、畳み考えてます。ちょっと新しいカメラだからピントが全然あ、そうか追いつかない。ニューカメラなんですね、初の。あのワークショップ7000円ですけど、ワークショップ参加しなくてもいてもいいんですよ、ね、そう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 、ごめんなさい、言うの忘れた。その販売と質問コーナーは、相談コーナーはもう一般公開で、で相談コーナーもだから無料で、本来1000円かかるところをやってきたので、無料で、だからそこはもう本当午前中フリーでやって、うん、で午後はあそのワークショップやるっていうことなんで、変な話、盆栽見ながらお昼食べに来てもいいし、あ、そうそう、コーヒーだけ飲みに来て盆栽食べて、ワークショップを聞きながら隣でやってるのを見ながらコーヒー飲むことも可能だし、ただで見れちゃうってワークショップそうそうそう、ね、そうだから本当に楽しんでもらいたいっていうね、そう、あのイベントなんで、そんな感じですかね。だからこういう、例えばこの即売会で買ってもらった木をどう作っていいですかっていう質問でもいいし、はいはい、持ってきてもいいですしという感じ、そこは本当に自由で一日楽しめる、はい、イベントです。で、あとは目玉商品作んなきゃいけないんで、例えばですね、ちょっと今棚場から引っ張ってきてこういうのも100円、200円100円、ケヤキね、100円、ケヤキ100円、はい、で結構これ針金かけたんですよ昨日一生懸命あ昨日かけた、うん、これはねなんとかなりそうなんで300円。それとねちょっとこれも今朝 Q さん待ってて見ててこれもいいかなと思ったんで、これたくさんあったやつで枯れたんですよ、うん、何本か、はいはい、なんでこれ1000円、8台ですよね、うんうん、こういうのもあっていいかな。でこれも昨日たくさん50円で8買って植え替えて曲つけてやったんで、うん、まあ700円ぐらいかな。あ、で今回即売は普段の祭りとかフェスよりも1割か2割ぐらい安く出します。いろいろね、お祭りとかフェスは大人の事情があるんであれですけど、今回は通常出すよりは安く出したいと。一番ね、とりあえずこれは、池本さんもう10分喋ってるんですよ、喋っていいかということで2月23日、はい、お待ちしておりますんでよろしくお願いします。よろしくお願いします